メリークリスマス。夢人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分は上上。浜瀬ひなです。上野ひろです。よろしくお願いします。はい、いやあれなんかちょっといつもの感じ違うよ。なんかね、いつもね違いますね。もうなんかこんな感じになってます。こんな感じでキラキラしてますか。はい、キラキラしてますが、まあ12月入りましたんで、ありましたね。ちょっと、無理やりクリスマスムードで。いやもうマジでさ、もうそうそうそう、クリスマス一緒だから。そうなんです。なんか11月からクリスマスムード満開やから、うん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 、遅かったぐらいは私は、ね。はい、そうですよね。はい。ということなので、はい、今日はこんな感じで始めてみたんですが、はい、ずっとこれでやると大変なんで。はい、戻りたいと思います。戻ります。戻ってきました。戻ってきました。いつものなんか安心する。なんかねやっぱりね。はい、はい、まあ7日なんですよ。今日12月7日なんですよ。早いですよ。いやもう早いよね。だって4月に始まったんよこれ。そうよね。もう8ヶ月目ですよ。8ヶ月も経ったんや。そう。いやまあ実質は7ヶ月経ったとね。うん、うん、8ヶ月目に入りました。はい、すごいですね。あっという間でございますよ、ね。全部見てくれてる人も早いなと思うか、はいはい、なんか成長したなと思うか。全部見てくれて、あなたのファンで全部見てくれてる人がいるのよ。うん。いるのよ。わかるの？わかる。名前わかるもん。バレてるよ。バレてるよとかね。いつもあれやもん、ツイートしたら、いいねくれたり、リポストしてくれたりとかね、いつもしてた。本当にありがとうございます。はい、なんか地味にこう、うん、そういう反応はできてないけど見てるよっていう声も聞いたりとか、ね、結構なんか公式的にこう動いてないから、ね、なんかね裏垢じゃないけど、名前いっぱいあるからね。そうだからそれで見てるよっていう声も聞いたりするんでね。ありがとうございます、本当に、はい、またマジで声かけ、見かけたら声かけて、ね、おー言うて、あ、監督って いつでも言ってください。そうそうそう、はい、はい、はい、ということで、12月7日はどんな日なんでしょうか。はい、ともせいなの今日は何の日、世界紙芝居の日ということで、うん、東京都三鷹市に事務所を置き、うん、日本独自の文化である紙芝居を愛する人、うん、興味のある人、うん、演じたい人などさまざまな人が国境を越えて参加し、うん、交流する紙芝居文化の会が制定しました。そんなの、ちょっと待って、国境を越えんの？世界紙芝居。あ、なので、はい、世界紙芝居の紙芝居、ローマ字です。ああ、ローマ字、ローマ字。ローマ字でございます。で、日付は、このね、紙芝居文化の会が創立した2001年12月7日にちなんで、紙芝居を研究し、学び合い、その魅力を世界中に根付かせていくことが目的です。はい、紙芝居を通じて、国内はもちろん国際交流も深めたいとの思いから記念日名を紙芝居がローマ字、はい、と表記しました。はい、でこの日にはまあ記念イベントが実施されたりだとかっていうので、はい、まあ、世界中でこう共に生きるための共感とかを広げていこうぜっていうのを呼びかけています。今日どっかで紙芝居やってるわけね。多分やってるんだと思います。あっちこっちで紙芝居ってさ、ちなみに俺ら昔小さい時ね、なんか公園とかに、チャリンチャリンチャリンって鳴らしながら、おっちゃんが自転車で来て、で、なんか水飴くれんのよ。水飴をはい言ってくれて、でそれを舐めながら公園で見てるみたいな。なるほど、舐めてる間ずっと見るみたいなね。そう舐めてる間動けへんから。そう、ジェットして舐めなあかんからね。なんかアニメとかの世界でそういうの見たことあるかもしれない。そう実際には見たことある。俺のちっちゃい時まではそれはあったよ。へ、楽しそうよね。うん、であってんけど、まあ言うてももう本当に瞬間的に消えていったぐらい、そのもうなんていうの、幼稚園とかでしかもう見ないみたいな感じ。だから幼稚園の先生らがこう一生懸命こうやってくれはるみたいな。確かにね。ね、今は多分そっちが主流になってるのかな。私もそれの記憶しかない。やってた側。ああ、そうやね。そうやね。後ろの文字読んで、なんかこうやっぱり絵本よりも紙芝居の方が大きいから、はいはいはい、子供たちの食いつきもすごい。うんうん、からこう大きいイベント、それこそクリスマスとか、イベントごとの紙芝居ってすごい多いから。あれね、もうね、子供的にはね、すごい楽しみなの。なんか大きいのやし、あとね、そのほら絵本とかやったらさ、見れる人限られるやん。確かにこうやってこうやってやるけど、読み聞かせてこうやってやるけど、ちっちゃいし。そう、けどこう紙芝居やったら、まあなんかスクリーン見てる感覚やね。そう、それこそなんか多分映
画仕様と同じ大きさでやってるから、これで見るのとは違うわ。違う絵本ってやっぱここで見るようにできてるって、多分映像と一緒やそうそう、で紙芝居はここまで引っ張ってねみたいな、こう裏のちょっと書きみたいな、あるんや。そう、なんかあの、なんかこう泣いてる子誰でしょうみたいな、ゲーム景色とかもできるから、めくったら出てくる。なるほどなるほどなるほど。ちょっと寂しく読んでみたいな、小さくとかっていう小書きもあったりして、面白い面白い、パスカル、あ、こういう感情ねみたいなのもあったりして。これでもさ、国際言うてるから、英語とか、なんかフランス語とか中国語とかあんのかな。あるんじゃない。 あるんかな。 ねなんか、その、あんまりこう外国人がなんか外国語を喋りながらやってるのは見たことないから確かにない。 でもあったら面白いそうやね。あ、絵本で英語は見たことあるけど、あ、そう海外行った時に見たことあるんだけど、そもそも絵本はね、あの海外から来たもんやから、それは全然見るけど、紙芝居ってそれ見たことない。ねえ、紙芝居、英語の紙芝居ちょっと見てみたいね。調べよう、本屋さんで見てみたい。ぜひまた報告をお願いします。かしこまりました。はい、そんな日でございます、はい、そしてもう一つ、神戸港開港記念日です。1867年、慶応3年、来たよ来たよ12月7日、新暦でいうと1868年1月1日になりますが、はい、神戸港が外国船の停泊地として開港しました、はい、開港当時は兵庫港と呼ばれていたが、1872年明治4年に神戸港と改称された。神戸港は外国船の停泊地として発展し、横浜港と並んで2大国際貿易港となった、はい、で新暦に換算した1月1日も神戸港記念日にはなっております。で神戸港は開港以来、外国から持ち込まれた食やスポーツ、娯楽などさまざまな文化の玄関口としての役割を担っていた。そして神戸のおもちゃ、それらを受け入れて神戸独自の生活文化に昇華させ、やがて日本全国に広まることとなりました、はい、という日でございます。そうなんですね。で、2017年、はい、平成29年に1月に開港150年を、はいはいはい、そうで、まあいろんなね、あのイベントも開催されたということでございます。はいはいはい、そうなんです。だから、あのまあ要はあれですよ、あの不平等条約って言われてる、あの日米修好通商条約の中に、その開港しなさいっていうね、港がいくつかあって、その中の一つがまあ神戸港になるわけですよね。だから、あのまあ最初はあの実は捕鯨船の補給基地が欲しかっただけなんですよ、アメリカは。で、あの捕鯨船ってそのクジラとって、あの人たちは食べるんじゃなくて、あの油を絞って、鯨油って言って、クジラの油を取って、それを燃料にしてるんですよ、うん、だからその燃料を取るためにこっちまで来るから、その補給基地が欲しいっていうのでやってるっていうのが、あの日米あの通商修好条約なんですけど、これがですね、大変な不平等な、あのいろんなことを、だって無償で補給しなさいみたいな話がなんでやねんみたいなのね。でまあ、これを解消するのにものすごい、あの明治政府があの時間がかかったというかね、まあ、ある意味それの名残がまだ残ってるぐらいの勢いなんですけど、はい、そんな、歴史から始まってる神戸港ですね。それまでは漁村ですからね、でもっと古くいくと大和田の泊まりっていう、あのもうこれは平の清盛が開いた港、あの昔神戸にありまして、でその大和田の泊まりを作るために、あの実は、何その深すぎるところを、あのいろいろ石とか何とかぐわーって乗せて、あの船がつけれるように変えた。そうそう、あの流れが急やから、そこにちょっと壁作るみたいな、石やら何やろうとして、あの岸壁ができるように作り上げたっていうのが、実は大和田の泊まりの始まり、それが神戸港の元になってる。なるほど、はい、みたいな話はあります。はい、なるほど、はい、はい、そんな日でございます。はいはい、はい、ということでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では次行きます。はい、シネマどんぶりということで、はい、
先週ね、うん言ってました。言ってましたね。はい、言ってました。あの松村さんがね、うん、なんか そこに今言ったけど、松村さんが自由すぎて面白い。バレバレやねん。で、あの松村さんが、うん来週ね、あの監督のインタビューあるかもしれないみたいな話で、松村さんに紹介してもらったカオルの葬式という、ね、映画なんですけども、湯浅典子監督にインタビューさせていただきました。おー、はい、非常にですね、いろいろと、うんお話しいただきまして、濃い時間に20分ぐらいしゃべってましたね、はいはい。ということで、頑張って短くして頑張って編集して短くして、うんお届けしたいと思います、はいはい。ということで、まずは、予告編とインタビューをご覧ください、はい。それではシネマどんぶりなんで人は死ぬの？あの子の父親横谷さんですか？嫌い。あんたに言われたくないんだ。人を蹴落としてのし上がった天罰がバーン、この女に落ちたんだよ。どこにもおらん。今の日本でさ、オリジナルの企画とか飛んだよ。どこまでも甘いんだよね。はい、今日はいい。それでは今日はですね、映画カオルの葬式の監督でいらっしゃいます岩佐典子監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、監督からですね、この作品について簡単にご説明をお願いいたします。カオルという名の女性が冒頭で亡くなります。彼女が残した遺言には、離婚した元夫横谷に自分の葬儀の模試をやってほしいというふうに残していたと。このカオルの葬式という映画は、カオルの葬儀を取り行うその100分のお話です。どういうその流れでというか、どういう事情でこの作品を作ろうと思われたかっていうのをお聞きしたいなと思うんですけど。いつかもちろんその死をテーマにしてとか、葬儀をテーマにしてっていうもので言うと、こう作ってみたいなというのは、やっぱりこうもう脈々と、別に日本欧米関わらず名作たくさんあるので、作ってみたいなっていうのはあったっていうのは大前提あるんですけど、まあそのこの企画を最初に書いたのが7年前で、その年にやっぱりこう自分の親しくされてしていただいてた方が、こうどうしてもこう立て続いて亡くなられたっていうタイミング、お葬儀に行かざるを得なかったタイミングっていうのが続いてしまって、でまあ最終的に非常に親しかった友人が亡くなられたっていうことがあり、私やっぱり人間ができていないので、人がなぜ死ぬのかとか、そういったものを当たり前の普遍的事実でしょっていうふうには飲み込めなかったんですよね。なのでまあ私は一応物を作る人間であるということを踏まえたときに、きちんとそのものを作りながら自分なりの答えを一回見つけてみようと思って、ちょうど今言ったすっごく簡単なログラインを脚本の西さんにぶん投げて、一緒に長編やってくれないかというふうにお願いしたっていうのが最初です。まあ、実際このカオルの葬式、これでしかもね、割とですね、まあこれもう映画見ていただけば皆さんわかるんですけども、割と古風な葬送行列というか、そういう行列を、ね、ですね、はい、作って送り出していくっていう、本当に昔の日本では多分どこでもやってただろうみたいなのが、いまだに行われてるみたいな映画になってるんですけど、あれは実際あの辺ではあんな風にやってるみたいな感じの、
ちょっと前はやってたと言ってました。実際、今はもうあんまりやられてないっていうのが正直なところです。まあ、ただなんかこのコロナの間中ずっと準備をしてて、で、こう、ロケハンっていう名前で、こう、いろんなお寺を、こう、岡山県のフィルムコミッションと、こう、北から南から、こう、何十件もこう、回らせてもらったときに、お寺以外の人も皆さん、どうしたのって、葬儀の映画を撮るのって言うと、やっぱりこう、うちのエリアの葬式はって話をみんなしてくれるわなるほけど。なんですよ。いや、これはとてもいい話だなと思って、まだその脚本を準備してる頃って、その具体的な葬式をどうするかっていうのは決めていなかったんですけど、みんなが口を揃えて、うちのエリアの、うちの地域の葬式は、ああしてた、こうしてた、あそこのおじいさんとおばあさんがこうしてたとか、あそこの町の人とあそこにやって、あそこの倉庫に行けば全部あるはずだ、みたいなことを、みんなが言ってくれるっていうのは、やっぱりそれだけ今はやってないものにみんなが何かしらの思いがきちんとあったからあったんだなっていう、そのつながってきたものなんだなって思った時に、この作品には今らしい、逆に葬式は今のものではなく、少し前のもの、消えゆくものかもしれないものっていうのを、きちんと再現するっていう方を取った方がいいんだろうなっていうのは、なんか私もこう、向こうに行って、いろんな人とお話しして、なんか思ったところでした。親戚のおばさんたちが集まってきて、なんかいろいろほら作ったりとか、なんかああだこうだってくっちゃべりながら、こうなんか台所でなんか一緒になんか共同作業やってるみたいなシーンっていうのは、すんごい会話がリアルで、でしかも岡山弁がめちゃめちゃリアルで。あそこの、だから女性陣の中でも、ほとんどが岡山のキャストですし、現そうなん地でのすね。やっぱりそうなんだ。俳優ださからあんんななんでにす。リアルな岡山弁なんですね。で、東京から来てくださってる俳優さんも、もう、もちろん練習してきてるんだけど、もう現場でやっぱりみんなでこういうふうに言ったらいいのかなとかって、もうそこもまたみんなこうチームみたいになってやってくれていたので、でもその、あの感じはすごく私は楽しかったですね、やっぱり。はい。そういうことがあってのリアルさなんですね、あれだから。なので、まあ、今回はキャストの皆さんはフルキャストオーディションっていう中で言うと、東京と岡山とで1000人ぐらい応募があった中で皆さん選ばせてもらったので、まあ、どっちものエリアですごくお芝居がきちんとしていただける方にやっていただいたので、まあ、そこがもう間違いなく自然な、ナチュラルなお芝居になってくださった一番の要因だと思います。もう一つ聞いておきたいのがですね、これ国際共同作品なんですよね。で、スはい。ペイン、シンガポールと、まあ、日本ということで、撮られてるんですけど、で、カメラマンがスペイン人の方でっていうはこい。となんですが、絵作りとして僕確かに見て、なんか日本人が撮った絵ではないなっていうのは確かに思ったんですよね。監督的にはその絵作りについてはどう思われてるんですか？撮影監督のビクターって人は本当に真面目な人で勤勉なんです。で、彼はやっぱり日本が好きだし、日本映画が好きなので、非常にオーソドックスな、もう本当にこうティピカルな、日本の絵を撮りたいというふうに最初は言っていたんですけど、逆に私がそれはどうしても撮ってほしいときはそれを、そのティピカルなものを撮ってくれればいいけど、基本はそういうことは気にしないで、お芝居なり自分の見た目の中でどういうふうに撮りたいかっていうものを撮ってほしいというふうに私はお願いしたので、非常に良かったんじゃないかなと思ってますが。で、ちなみにこれあれなんですよね。ほとんどが手持ちで、はい。フィックスじゃないんですね。足をつけないで撮ってもらっているので、これは監督的にはどういう狙いで？本人はどうしても本当は足をつけたいとずっと言っていましたけれど、つけないで、つけないでって、つけない方がいいと思うっていうのをこうずっと、最後まで渋ってたのは本当は素直なところでしたけど、た絶だ、対そうですね。カメラマンは絶対足つけたがりますよね。しんどいですしね、やっぱり。でもそれやっはぱり、やっぱ臨場感ですか？もうそうです。はい。今まで見た田舎の葬式の映画っていうふうにだけはしたくなかったっていうのが近い。特に日本の映画ってフィックスでどしっと置いて広い絵使うっていうのが、まあ大体大きな特徴かなっていう気はするんですけど、広い絵であってもフィックスにしてないですもんね。
してないです。いはい。や、もうそのこだわりは、絵の中に現れているというか。そうなんですよね。とかフィックスにするならする意味がやっぱりあってほしいなと思ってましたし、逆にな、昨日ちょうど桐朋学園さんで授業の時にその学生さん、まだ10代の子が、方がですね、子がなんて失礼で、方が芝居を手持ちでしてて、棺の中にいる薫をフィックスで撮ってるのが僕が印象的だったって言ってくれたのとかが、やっぱり、ああ、なんか伝わってると面白いなと思って聞いてたぐらいでした。で、あといっぱい聞きたいことあるんですけど、一個だけこれは聞いときたいなと思うんですけど、もちろん主役の関さんとかも素晴らしい演技をされているし、薫役の、方も素晴らしい演技をされてたんですけど、ちせちゃん、で西さん、野はさい。んが今回娘役ってことで入ってらっしゃるんですけど、これがすごくアクセントになっていたなと思っていまして、なんせキーになるセリフはほとんど彼女が吐いているというか、監督が最初におっしゃられた人はなぜ死ぬんだろうみたいな、この作品の根幹に流れている部分のセリフっていうのは、実はちせちゃんがほとんど言ってくれてたりとかする非常に重要な役だったんですけど、監督から見てこのにちせちゃんってどんな感じでした？もう本当ちせちゃんなんておこがましいぐらいの感じです。もう本当にちせさんって思いますし、すごく聡明な方ですね。非常にあとお芝居に真摯な態度で臨まれているし、きちんと分かりたい、理解したいっていうのをちゃんと言ってくれてましたし、事前にもこういろいろそういうやりとりをさせてもらってたりしたので、なんか私としては本当にできるだけ本当になんかその気持ちにしっかりきちんと応えられるように伝えさせてもらって、で現場でどうだね、こうだねって言いながらやらせてもらいましたけど、だけどこう本当お芝居の場をちょっと離れると可愛らしい一面もあったりして、うちの小太郎さん、リクってちっちゃい男の子が出てくるんですけど、あの子、お芝居経験がない、初めてなんですよ。で、だから、あの子とかと一緒にいると、ちせさんが、やっぱり、こうだよ、ああだよ、みたいな感じで、ちょっとお姉ちゃんになってくですね。あ、なんだか本当、こう、ほっこりするよね って思いながら、非常になんか彼女のそういう意味でもこう両面をなんか見させてもらったりとかして、非常に楽しく、なんかすごくなんかもう彼女を見てるとすごい豊かな気持ちになれたっていうのが近いかもしれないですなるほね。ど。じゃあ最後の質問なんですけども、何か答えはこの作品で見つかりましたか？これは多分見つからなかったんです、本当に。ただ、この作品を、のラストとしての、私が作家として答えを出さなければいけないなって、結構こう、うーんってなって、やっとこう絞り出したものがこう、ラスト台本のこう端っこにこう自分でメモっていたのは、それでも生きていくと私はメモをしていたので、まあ、それに向かって、この作品自体は帰結させたというところですが、一個人人間としては、まだまだ何にも分かることなんてないというのが、分からないことだらけの中を結局向かって進んでいくんだなっていうのがもう私個人としての答えではあります。はい、わかりました。では、そろそろお時間になりましたので、最後に、見てらっしゃる方にメッセージをお願いいたします。ぜひ映画館で見ていただきたいなと思って、作品です。これは別に私が撮ったからということではなく、この作品特にいろんな方から映画館で見ると、お寺の中に、お葬儀の中に、人の中に、自然の中にいる感覚がすると言っていただける作品なので、まずは一回映画館に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。その上でぜひともいろんなご意見を言っていただけたら嬉しいです。ぜひ。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、映画「カオルの葬式」の、岩佐典子監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。という感じでございます。
ございまして、すごい楽しそうな雰囲気が出てますね。そうでしょ。なんかね、なんやろね、監督なんかめっちゃ喋りやすいんで、うん、思わずいろいろ喋っちゃうっていう感じなんですけど、だから相当僕が喋ってる部分カットしてます、はい、どっちかというとヒロさんが喋りすぎてるぐらいの、いやそうでもない、そうでもない、そんなことは、違うけど、そんなことはないけど、まあ、僕の部分をカットして、やっぱりね、監督がおっしゃりたいことを伝えたいなと思うんで、うん、はい、極力、僕の、いらんところはカットしました、はい、まあでもね、印象的だったのがやっぱりそのまあ、なんで作ったか、まあ、葬式映画っていっぱいあるんですよ、いろいろいろんな映画 でだけどそのお葬式映画ってまあ名作もありゃ、まあ、いろいろあるんですけど、そこにチャレンジするきっかけっていうのはやっぱり大事な人を亡くした時にそれを受け入れられない自分っていうものが一体何なんだっていうところを掘ってみたかったっていう、作品にしてみたかったっていうところは非常に印象的でしたし、まあそうなんですよね、言ったって何を言ったって人は帰ってこないし、帰ってこないっていう現実を受け入れられるかどうかって言われたら、まあ、なかなか難しかったりとかするんで、まあでもそれでも生きていくって、まあそれしかないっちゃそれしかないんですけど、まあその言葉に持っていくしかなかったっていうところだったんだろうなと思うんですけど、ただこの作品がね、結構そのなんだろう、引きずり回される主人公というかですねなんで俺ここにいるんだろうって顔をずっとしてるんですけど、そりゃそうだよなみたいなね、うん、でもだんだん時間が経つにつれて、うん、徐々にその薫との思い出みたいなものの中から、うん、これ面白いのが先週も松村さんが言ってますけど、うん、思い出、要は回想シーンに関してはこれ基本的には全部、うんうん、シネスコって言って横長のやつなんですけど、うん、映像がね、ところが回想シーンだけ4対3なんですよ、うん、スタンダードサイズ、うん、だから回想シーンっていうのがすぐ分かる、うん、分かりやすい、で、まあ、実際そのちょっと古い映像なんだなっていうの分かるように、うん、まあ、衣装が違ってたりとかいろいろするんで分かるのは分かるんですけどね、でこの中で僕ね本当は入れたかったのに、うん、っていうか聞いてんのに、ね、もう仕方なくカットしたことをここで言っときたい、了解です、言っときたい、皆さんいいですか、ね、この作品ポイントはドリカムの大阪ラバーです、うん、この大阪ラバーが出てきたら要注意です、要注意これはね要注意なんですよ、うん、はい、どこでどう使われてるか、どんな風に使われてるかっていうところをね、うん、ぜひ見ていただきたいです。なんでこれ使ったんですか、今使われてるんですよ、うん、使われてて、なんで使ったんですか、うん、要は、監督ドリカムファンなんですかみたいな話やったんですけど、うんうんうん、違うと、うん、で実は、まあ7年前に亡くなられたその大切だと思ってた人がこの歌を歌ってるのを聞いて初めてこの歌を知ったらしい、ドリカムファンではあるけど、うん、そんなにそのね、うんうん、アルバム曲まで知ってるとかじゃなくて、うんうん、でまして USJ の、うん、ハリウッドドリームザライドでこの曲が使われてるとかっていうのは、うん、まあなんとなく知識ではあったけど歌は知らなかった、うん、でところがそのお友達、亡くなられたお友達がカラオケで歌われたので知ってた曲が、うん、なんとね今の10代、20代こう歌えるんだ、でこれが何でかっていうと大阪弁を喋ってる女の子が可愛いっていうちょっとあざとい曲らしい、あー確かにねだから、うん、20代の子とかでも、ちょっと可愛らしく見せるためにこの歌みたいな ね、そういう曲らしいですよ、はい、だからそのインタビューの中で見た東邦学園の女の子が、うん、あった知ってますみたいな感じやったらしいですね、はい、って思いましたね、はい、まあ、そこは、あえてカットしました、うん、10分の中に入れるにはちょっともったいない話だったので、ちょっと外に出しましたけども、うん、はい、でもこれは言っときたいで言っています、うん、はいはい、そうなんですよ、はい、なので、まあ、あとはね、主役の関さんもねすごい素晴らしい演技をしてらっしゃるんですけど、うん、まあこれ巻き込まれ型のね役なんでね、うん、巻き込まれながらどん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 この感情が高ぶっていくっていう感じの役になってるんで、うん、あれなんですけど、この新津千世ちゃんが
まあ、僕はもう知世ちゃんの名前を見た瞬間から着目はしてたんですけど、うんうん、あのお出てるんや、あ、また成長したね、うん、この子っていう、うんうん、まあ、この子って僕はあの監督じゃないから、あのちっちゃい時から出た春のを見てる一視聴者としてこの子って言ってますけど、あの すごかったね、でもね、うん、彼女もね、はい、さすがでした。いや、そう、でそして彼女がキーパーソンですから、うん、あの僕の中でもインタビューの中でも言ってますけど、彼女が全部あのキーになるセリフを言ってるので、うん、またその大阪ラバーとこの三津知世ちゃんを着目しながら見ていただければと思うんですが、もう一個はあえて言っときたいのは、カオル役のね、キキさんがね、素晴らしいです。めちゃめちゃ素晴らしいです。なるほどっていう、そのカオルっていう人がこんな一面もある、こんな一面もある、こんな一面もあるっていうところをいろいろとあの見せてくれる、あのそういう役、そういう役とかそういう演技をあのその場面その場面であの見せてくれるすごい役者さんだなと思いましたので、僕はこの作品以降この方出てくるんじゃないかなと注目してます、はい、ずっと見逃せないよね、だからそう、本当に本当にいろんなシーンが出てくるから、うんうん、一個逃したらついていかれへんよぐらいの、あのだから基本的には過去のシーンでしか出てこないんですよ、うん、今のシーンではもう死体役でしか出てこないんでほとんど動かないんですけど、まあ棺桶の棺の中に、ね、うん、いる顔を映されるぐらいしかないんですけど、うん、でもその過去で、あ、こんな顔も母親の顔もあり、うん、女の顔もあり、うん、でね、あのアルバイトのなんかね、うん、なんかよくわからないおばちゃんみたいな役もやりつつ、うん、いろんな顔を持っているカオルという人が、うん、亡くなったことによってこれだけの人たちがいろんな思い入れを持ってここへやってくるんだっていう、この葬式をまあ何でしょうね、エンターテインメントとして楽しんでみたいなっていうところの作品だと思います。はい、はい、ということで、かなり長喋りしました、はい、はい、ぜひぜひ、映画館で見てください、はい、いつでしたっけ、はい、12月6日から、扇町記念館と、アップリンク京都で、上映になります、はい、ということで、カオルの葬式の湯浅典子監督でした。ありがとうございました。はい、ということでいきますよ、はい、今日は、月1記念でございます。はい、中島校長の、今月の研究発表いきたいと思います。さあ、はい、先週は本見るんでやったね、はい、で楽しんだかな。さあ今週はどんな、やっぱ本ミリオンかな、まだあるかな、どうなんでしょうね、はいはい、どんな話なのか見ていただきたいと思います、はい、それでは、どうぞ。はい、皆さんご無沙汰しております。今月の研究発表です。そして本ミリンコールありがとうございました。もうやっぱりですね、私は本みりんに、もう出会ってから人生が激変してでもいいというぐらいですね、もう本当に毎日毎日本みりんを飲んで、そしてバニラアイスに本みりんぶっかけて食べておりますので、皆さんも寒い季節こそバニラアイス食べてみてください。そして本みりんかけるとですね、結構アルコール度数高いので体もポコポコして、もう気づいたら朝になってるっていうこともあるので、まあ、あまり風邪はひかないように気をつけてくださいということでですね、まあ、本みりんは一旦置いといて、まあ、今月の研究報告ですが、まあ、12月ということもあり、クリスマスについて、お話しさせていただければと思います。で、まあ、私も知ってる方も多いと思いますが、まあ、妻がフィリピン人で、そして僕自身も何度もフィリピンに行ったりとか、日本に住んでいるフィリピンの人を研究、まあ、取材をしているんですけど、まあ、フィリピンはですね、アジアで唯一と言ってもいいほど、まあ、カトリックの国なんですね。キリスト教国なんですね。で、そのどれぐらいそのキリスト教の文化が根強いっているかというと、まあ、本当に街に行くとですね、教会もいっぱいありますし、まあ、車なんかにも、まあ、キリストの、十字架であったりとか、まあ、マリア様の像であったりとか、そういったものを、まあ、身につけたりつけている方もたくさんいるし、まあ、国民の9割ぐらいがカトリックとも言われております。で、世界で唯一ですね、離婚の制度がない国とも言われてまして、この離婚の制度がない国っていうのは他にはバチカン市国とがしかないと。なのでバチカン市国とフィリピンしかこの離婚という制度がないというですね、本当にまあ、カトリック、フィリピンのそういうキリスト教のカルチャーがすごい根強いている国なんですけど、
まあ、これがなぜアジア圏でそうなったかというと、あのフィリピンというのは300年近くスペインに植民地支配されていたんですね。でその時に、まあ、カトリックの、まあ、そういった文化が入ってきて、そこから、フィリピン人の人たちが、まあ、キリスト教を信仰するようになったと。でそれだけ、まあ、アジアの中でも、アジアの中というよりかもう本当に世界で一番と言ってもいいほどこれだけカトリックのカルチャーがある国なんで、まあ、あのさぞクリスマスというのはですね大盛り上がりで、皆さんどうでしょうかね。クリスマスというとだいたいそわそわしだすのが12月の20日ぐらい過ぎてから、あクリスマスだなとかって思うと思うんですけど、まあ、フィリピンの人いつからクリスマスと思うかというと、9月からフィリピンはですね、クリスマスが始まります。要するにバーシーズンって言うんですけど、セプテンバーとか、ノーベンバー、オクトーバー、ディセンバーですね、このバーシーズンになるとフィリピンはクリスマスになって、もう街中も装飾、クリスマスツリーであったりとかサンタクロースであったりとかクリスマスソングが流れていくぐらいですね、フィリピンはですねクリスマスが世界で一番長い国なんですね。で、日本だとやっぱりクリスマスっていうと恋人同士が一緒に過ごす季節かなというふうに思われる方多いと思うんですけど、フィリピンはですね恋人同士が一緒に暮らす季節ではなくて家族が集まる季節なんです。なので家族でみんなで集まってご飯を食べたりとかパーティーをしたりするんですが、まあ日本でいうと正月みたいな雰囲気ですね。でもちろんもう長期連休で、お仕事も休みですし、またフィリピンの人はですね世界中に出稼ぎに行ってる人が多くいるので、この12月になると、まあ、その帰ってきてクリスマスを一緒に過ごして、そしてまた出稼ぎ先の国に行くっていう人たちもかなり多くいます。なのでこの12月っていうのは、まあ、そういった空港から空港に帰ってくる人たちがですねたくさんの土産を持ってくるっていうのも、まあ、フィリピンの風物詩となっております。で、またこれだけあのキリスト教の色が濃い国なので、ミサもですね盛んに行われていて、クリスマスの前の、まあ、10日ほど前からですね、シンバンガビっていうですね、シンバっていうのは、まあ、ミサっていう意味 でガビっていうのは夜っていう意味なんですけど、タガログ語で早朝ミサを始めるんですね。本当にまだ周りが暗い時からミサを始める。でこの愛知県名古屋市、愛知県はですね日本で一番フィリピン人の方が多いので、まあ、そういったタガログ語でやる教会もあって、そこもシンバンガビっていうのをやっていてですね、僕は一度取材したことあるんですけど、毎朝5時からですね、教会に集まって、そしてお祈りをして1時間ぐらいミサをして、そして帰ると、それを10日間出るとですね願い事が叶うよと。で僕はこの時取材をしようと思って行ったので初めに行っていて、本当眠い中行っていたんですけど、だんだんと僕も毎朝行くようになってくると、僕も本当にこの記事をどうにか書かないといけないと言って、そしてですね一本文春オンラインの方で記事を書かせていただきましたので、ぜひそちらの方をご覧いただけると嬉しいです。はい、まあそういったことで、これからの季節もですねまた僕も新版ガビに、参加をして、名古屋市にある教会に毎朝5時に行って、そして、お祈りをしてから仕事に行くっていうことをやろうとは一応今は思っております。ただやれるかどうかは僕次第です。ということで今月の、研究報告は終了となります。そして今月の結論ですが、まあ、クリスマスということもあり、まあ、ハッピーというイメージありますよね。クリスマスたくさんある。で僕先ほど言ったんですけど、このクリスマスの家族で過ごす時期、そしてフィリピンになかなか帰れない人はこういう名古屋にある教会であったりとかで、ミサを受けたりして、まあ、家族のことを思うんですが、私も国際結婚してからですねクリスマスすごい楽しくなるだろうなと思っていたらなかなか楽しくならないと。それはなぜかというと、フィリピンにお金を送らないという時期なので、今月の、研究成果としてはお金がやっぱり大事なんだなということで、はい、また皆さん良いお年をお迎えください。ではメリークリスマース。いやほんまにねお金でいやでもこれもねシビアな話で、要はまあね送らなあかんわけですよ、うん、でところがやね、うん、日本のこの貨幣価値が下がっているので、うん、向こうも例えば1万円もらうとする、うん、以前は1万円でうわすごいとこんだけやったら何買えるみたいな世界だったのが、うん、向こうも物価高なんだって今、うん、で物価どんどん上がっていってて、で日本の1万円もらっても1万円価値下がってるし、これじゃあこれぐらいしか買えないよみたいな
しょぼいなみたいな感じになってくるんだって。あ、なってくるんだって、ね、うん、まあ、なので、うん、非常にね、日本頑張らないといけないですねっていうお話も含んでいるという感じです。お金大事だよと。はい、お金大事ですね本当に大事です。早いね、はい、クリスマスね。びっくりした。9月9月からって言ってたのね。あ、はいはいはい、こっちでも早いなと思ったのに、うん、11月になって、もうだからハロウィン、バーシーズンで、ね、ハロウィン終わってからすぐ始まるから、それでも早いなと思ったけど、まだ言いましたね。いやもうだから日本でほら、あのハロウィンがなかったら多分あのクリスマスがみたいな感じでやったかもしれないけど、ね、ハロウィンがあるからね、そう、楽しんで先になんかハロウィンはハロウィンみたいになっちゃうからね、うん、はい、ということで、はい、フィリピンのクリスマスのお話でございました。ありがとうございました。さあ、それでは行きますよ。はい、はい、中島交渉が終わったら中之島映画祭情報でございます、はい、さあ読みましょう。でちなみにね、ちょっとびっくりします。みんな何を、僕ら今から早着替えしますので、早着替えしますので、早着替えをして、で、あの中之島映画祭情報が終わったら戻ってきて、また着替えして戻ってきますから。忙しいよ、はい、ちょっと忙しいんですけど見といてくださいじゃあ行きますよ、せーの、西園さん、はい、はい、西園さんでございます。はい、お願いします。ですね、今日はですね、うん、中之島映画祭、いつも入り口の、うん、中央公会堂の入り口のところに看板を出しております、はい、で、うん、そのことについてちょっと話してもらおう、話しようかなと思ってます、うんうん、ですね、毎年大看板を作ってます、うん、まあ、このイラストはうちのスタッフが描いてくれてるんですけど、うん、別にイラストレーターでも何でもないんですけど、うまいこと書いてくれてるな。うまいよね、うまいよね。で最近はですね、その看板に出てくる人物が、うん、映画のスタッフ、はははカメラマンがいたり、照明マンがいたり、音声さんがいたり、助監督さんがいたり、うん、っていうのが中央公会堂の周りで活躍してるっていう風なやつが多いですね。なるほどなるほどなるほど、はい。でまあ、これあんまり言わん方がいいのかなとは思うんですけども、一度ですね、大看板がですね、はい、倒れたことがあって、あらら、当日にあらら、本当怪我人が出なくてよかったんですけど、うん、でまあ、テントの上にね、でっかい、うん、ベニヤ板、7万人かな、うん、大きい看板を作ったんですけど、それが風にあおられて、うん、店頭がひっくり返ってしまった。でもそれもう本当怪我人がいなかった、本当良かったなって思ってるんですけど、うん、それ以来もうかなり頑丈に倒れないようにっていうことを気をつけてやっております、うん、なるほど。でそれとですね、今はね、このゲート式っていうかな、はいはい、前は看板があって上に何もなくてそのまま入るって感じで、今はちょっとゲートになってますね、はい、で、お決まりのレッドカーペットは行かせてもらってます、うんうん、であとで作品紹介をですね、いろんな形でしてきたんですけど、うん、今はそのゲートに合わせてちょっとした一枚まとめた、うん、ポスターというか、はい、それに作品紹介、うん、で監督さんの顔であったりとか、うん、簡単なストーリーであったりとか、うん、でもうすごく最近作ってくれたやつが作ってくれたやつに感謝してるんですけど、うん、そこにバーコードじゃないね、QR コード、うん、あれをやると予告編がスマホで見れる。ああ、はいはいはい。まあ言うたら、はい、有名人も出てるわけでもないですし、うん、どんな映画か全然イメージできないんですけども、うん、もちろんロビーでは流してたんですけど、うん、今は誰でもスマホが持ってますので、そうですね、はいはい、パッと QR コードかざしてもらったら、うん、その予告編が見れるようになってます、うんうん、はい、でそういうのをまあ、ちょっとでもいろんな形でも、うん、工夫して、うん、1人でも多くの人に見てもらいたいなっていう、うん、思って看板を作ってます。なるほど、はい、なんかでもあれですよね、僕は作り手の人間としてね、はい、いつも思うんですけど、はい、そう予告編選手権みたいなのあってもおもろいなと思うんですよ。あ、ね、なるほど。だから例えばね、その期間中ね、期間中そのどれだけ予告編を見られた、
だから始まる、そうそう、いや始まる前に例えば1000回やったとしてね、はい、で終わったら3000回になってたら2000回回ってると思うんですよ。ああ、なるほど、ね、だからちょうど始まる時の数字を数えといて、で期間が終わったらどんだけ上がってるか、でそれの数字を競うって面白くない？なるほど、面白い。ちょっと企画提案してますプレゼン中です、プレゼン中。いやいや、もうぜひそういうのをやっても面白いじゃないですか。そうですね。ね、とか予告編の期待値1位とかも面白そう。そう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 。予告編見て、全部見て、どれが一番なんか期待したかいとかね。面白い、思うみたいな。そういうなんか予告編も巻き込みながら楽しむみたいなね。予告編の作り方とかも勉強に。あ、そう、昔はね、うん、予告編を監督さんにお願いするんですけど、うん、ないですって言われたいう方もいらっしゃった時には、うん、我々で編集させてもらって予告編作らせてもらっていいですかっていうのをやって作って、うん、でとりあえず監督さんに見てもらって、うん、いいですかっていうのをOK もらってやったりして、なるほど、やっぱり予告編があるのと何か、いや違う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 、ちょっとでも触れてもらうためには、うん、興味持ってもらうのは予告編ってすごく大きいんです、うん、だからぜひ監督さん優先された監督さんは作ってください、うん、作った方がいい絶対作った方がいい、うん、絶対いろんな形でね今予告編見れるようになってますから、うん、まあ大概今はね、うん、作ってはりますわ、うん、はい、やっぱり自分の作品を見てもらいたいっていう監督の強い思いがあって予告編は必ず作ってます。だから当日来られた方もその予告編何らかの形で見てください。 QR コードかざして見てくれたら見れます。ロビーでは流してます。ちょっと見てもらって会場に入ってもらったらいいなと思ってます。そうですね、そうですね、まあぜひ予告編迷ってらっしゃる方僕にオファーしてくれたらいいです。ということで優勝でね OK してますから、ね、はい、それとですね、はい、本日12月7日、はい、第23回中之島映画祭の作品応募の締め切り日でございます、はい、今日の12月7日23時59分まで OK ですので、はい、それまでに応募フォームの方で応募してください、はい、もうラストチャンスでございますので、うんうん、決してお忘れなく、はい、明日になったらもうダメなので、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日中ですよ皆さん、はい、はい、よろしくお願いしますということで、中之島映画祭情報でした。いや、ほんまにね、着替え大変よね、はい、もうね、いや、ちってこちってこ、ありがとうございます。はい、はい、ということで、では、続きまして、夢人情報でございます。はい、はい、さあ、今週の夢人情報はありますか？はい、ひなですね、はい、先週もお知らせしましたが、はい、今日、うん、ななみぽんずちゃんというね、アイドルちゃんの生誕祭に呼んでいただいておりまして、はいはい、この後出番でございます、はい、ひなの出番が13時半から20分間となっておりまして、はい、これね、11時オープンで、はい、最後の歌終わるのが9時10分ぐらい、10時間10時間長丁場ですね、すごい、まあ、もうみんなお祝いしようぜって、うん、いろんなアイドルちゃんやアーティストさんが集まるので、はい、いろんなジャンルほんまにいてるんで楽しいと思うんで、はい、それは来てほしいんですけれども、はい、場所が、うん、ライブマドリガルカフェというところで、うん、日本橋、うん、本橋、本橋の、はい、オタロード、多分あの辺です、まだ調べてないんかいね、はいはいはい、まあまあまあ、ね、調べてみてください、そんなもんなんですけども、はいはい、そこに、はい、おりまして、うん、料金が3400円のワンドリンクなので、はい、4000円、うん、合計で4000円ですね、はい、で再入場無料なんで、うん、見てちょっとお昼食べてまた戻ってくるみたいなのも全然できるので、そういいよね、で途中で物販とかも、うん、前半ブロックが終わったらそこのメンバーちゃんが物販して、うん、また後半ブロックして物販みたいな感じなので、よければね、私前半にいますので、よ、はい、ければ遊びに来てください、はい、で、まあ、写真とかも撮っていいよとかも、うん、演者さんによっていろいろあるんですけれども、はい、きっと楽しくなると思うので、私もちょっといつもと違う感じのがステージであると思うので、うん、はい、ぜひお待ちしています、楽しみにしてみましょう、はい、お願いします、以上です、いはい、そして、はい、そしてですね、はい、これ映画情報でございます、はい、紹介した作品ですね、うん、悠々の君へ、はい、はい、私が
お父さんのような気持ちになる、福原桃花監督の悠々の君へ、これが、12月6日、昨日からですね、はい、出町座、京都の出町座の方で、上映が始まっております。ぜひ行ってください、そして、東京のね、シネマ後の、タッキーが滝沢君が、紹介してくれました、博士の、基礎曲ですね、でこちらの方がまた昨日、12月6日金曜日から、京都シネマ、そして12月7日、から、第7芸術劇場、今日からですね、第7芸術劇場でやっておりまして、そして、12月14日土曜日から、シネマ神戸にて、上映が始まりますので、こちらの方もご覧いただきたいと思います、はい、そしてもらうんですよ、ノーハンブルクノービートルズですね、はい、これも松村さんに紹介していただきましたけれども、こちらが、昨日ですね、12月6日金曜日からナンバーパークスシネマ、ムービックス堺、テアトル梅田で、やっておりまして、そして、12月の27日金曜日から、アップリンク京都、木野シネマ神戸国際にて、上映ということになっておりますので、こちらの方もね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。盛りだくさんだね。盛りだくさんですよ。そしていきますよ、はい、今週もやってまいりました、マテリアルムービーズカフェマテリアル谷町の、マテリアルショートムービータイム情報でございます、はい、まあ自分の作品だけなんですけど、はい、ということで12月の12日です、はい、木曜日、19時半からですね、僕だけのフライミートザムーンと、大きな気になりたい、ね、この2本を、上映しております。そして、12月26日、はい、クリスマス翌日ですね、に、これ木曜日ですね、に19時30分から、トモルの上映がございます。このトモルの上映の通りできればね、行きたいなと思ってまして、ま、もし来れる方いらっしゃったらね、よかったら、忘年会でもやりましょうっていういいです、ね、はい、感じで考えておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、夢人情報でした。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。ね、この番組始まって以来初めてのこのクリスマス、はい、こんな感じでちょっとねお送りしてました。大丈夫ですか、ちゃんとオープニング見てました。オープニング のなんであれわざわざあんなサイズでやったかって、この人の足見せるためですから、はい、ダメですよ、止めてみたらあかん、ね、止めてみたら、はい、いろいろバレるから、バレるから何をやねん、ようわからん、ようわからん、止めてみないように気をつけてください、さらっと進むんですね、はい、まあでも一応ね、せっかくね衣装がね、こういう衣装で着てくれてるんでね、そうだからね、そうクリスマスやっぱ楽しいよね、はい、はい、楽しみにしてまた来週もね、はい、こんな感じでやっていきたいと思いますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。